こんにちは、マルトです。今日もですね、グランドセフト5、グランドセフトオート5ですね。これをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、いつもより画像が少し悪いかもしれないんですが、すいません。ちょっとね、これオフラインモードの方の PC の方でやっております。普段オンラインの方でやってるやつと、これ分けてるんですけども、オフラインを、で、モッドを入れてしまうと、実はオンラインゲームっていうのはできないんですよね。なので、こうやって分けるか、モッドを外して使うかっていう、この二択になってしまうんですよ。で、僕はちょっと2台あるので、2台を使ってやっております。カジノルーレットやってるんですが、今週の乗っている展示台が、はい、今横にあるこちらの車ですね。はい、こちらの車になってるんですが、これをですね、ちょっと自分なりに頑張って紹介をしていきたいと思います。まずですね、こちらの車なんですが、名前がですね、トレアドールという車になります。で、種類としては、スポーツカーですね。まあ、ちょっと屋根が低くて、なんて言ったらいいのかな。だから、スポーツタイプっていう感じがしますね。そのまんまやないかい。はい。で、メーカーが、ペガシというメーカーになります。まあ、日本語で言うと、トレアドールという、なんか名称があるらしいですね。で、このトレアドールっていうのは、っていいのかな、そうやって解釈してもいいのかどうかわかんないんですけども、闘牛士というなんか意味がね、あるらしいです。それでこのトレアドールという名前になったのかなと思います。ちょっとわかるかな、ちょっとわかりづらいと思うんですが、実はこれ4ドアなんですよ。4ドアの4人乗りになっております。パカって開くんですが、これ実はね、4ドアなんですよね。これ前が今閉じました。はい。で、前だけ開けています。これなんか見た目1枚に見えるんだけど、実は2枚というね、これ後ろを閉じてみました。はい。って言ったような感じで、実はこれ4ドアなんですよね。の4人乗りとなります。そしてですね、駆動は MR という駆動になるそうです。ギアはですね、6速ギアの、になります。はい。車内見てみるとわかるんですが、ミッションですね。はい。マニュアル車になると思います。モデルとなった車なんですが、皆さんご存知だと思うんですけども、ランボルギーニのマルツアール、ランボルギーニのエスパーダ、ランボルギーニのウラッコ、っていったような車を掛け合わしたのが、こちらのトレアドールという車になるそうです。プッシュアクションっていうのがありまして、ブースト、潜水モード、固定銃、ミサイル、魚雷。魚雷は水中のみ使えます。っていったような特殊アクションがあります。で、ここのね、わかりますか？ここ。あ、ちょうどなんか、拳銃みたいな穴がここ出てると思うんですけれども、穴っていうか、棒がね、ここから出ます。ここから、機関銃として出るんですよ。はい、機関銃ですね。そして、ミサイルは、この下のとこから、この辺からだと思ったんですけど、出てたんですよね。はい、ミサイルはね。っていったような感じになるようですね。ちょっとすでにぶつかってますけども。で、これはオンライン専用の車で、値段が366万円相当になりますね。カジノでは当たればもらえるんですけども、366万ドルで買えます。ことですね。水陸両用の車っていうのは、カヨペリコでアップデートさ、追加されたストロバーグ以来、
の水陸両用車両ということになっているそうですね。で、先ほども言ったようにですね、ブリ全体的なベースはですね、ランボルギーニのコンセプトカー、マルチアをはじめエスパーダーやウラッコといった1960年から70年代のランボルギーニの車をベースとして作られております。口調としましては、これ前面ですね、わかるかな？こことここですね、ガラス張りになってるんですよ。この下の部分と、まあ、ここもちろん窓ガラスなんですが、で、あと天井ですね。サンルーフで、はい、ガラス張りになってるんですけども、やっぱガラスって意外と弱いじゃないですか。なので、まあ、ボディと違って、このガラス張りなので、ちょっと安全性が低いということになるそうです。はい、それではですね、今度実際にですね、走らせて、まあ、説明をしていきたいと思います。ではですね、こちらの車ですね、走らせながら少し自分なりにね、解説をしていきたいと思います。で、今ね、これディレクターモードで、まあ、人一人おりません。僕だけです。僕だけおりますので、ちょっと実際に走ってみましょう。こっちの方がいいかな、上よりも。ちょっとここはね、一直線走りたいと思います。ちょっと加速あまり良くない。重たい感じがしますね。でももう100キロ行ってますね。ちょっと100キロ到達までが少し時間かかったかなと思いますね。そう感じました。まあこういうとこ出せれてもこの100とか120ぐらいじゃないかなと思いますね。普通の一本道よりもこういうとこ、こういうふうに検証した方が分かりやすいかなと思うんですが、5、6秒ぐらいかかるのかな。あっと、ぶつかった。あ、でも100超えたね。100超えて、今、ベタ踏みです。ベタ踏み。100、超えましたね。120ぐらい出たかな、今。早い。早いですね。120行きましたね。120超えてますね。120超えました。120超えましたね。こんな感じになりますね。で、今カーブ曲がったんですけども、緩やかなカーブだと滑ってかない。足回りがしっかりしてるっていうのかな。こう結構滑る車ってあるじゃないですか。ツル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 って言って。だけどこの車はそれと違って、こう滑らない、あまり。ぶつかった。滑ってかないですね。ある程度のカーブだと滑ってかないですね、これ。あんまり滑りづらいっていうんですかね。まあ、こんな感じになります。港へちょうど来たので、海の中に飛び込みたいと思います。自殺行為、ダーン！ボコ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 。で、これですね、海の中に飛び込むだけでは進んでいかないんですよね。パソコンの場合は、H の長押しすると、はい、じゃん。こんな感じで変わります。そして、進むことができます。はい、こんな感じですね。これ一緒ですね。車と一緒、WSD か。でですね、操作ができます。あと、8456も、でも操作ができますね。はい、こんな感じになります。ザボーン。で、これ、海だと、水中でこう、なんちゅうのかな、水中をこう沿っていきたいと思うと、波があると、やっぱその波に飲まれてしまうっていうんですかね、なってしまうので、
じゃあ、この水中像にこうやって行くっていうのは、ちょっとテクニックがいるようですね。はい。なかなかうまくいかない。と、ミサイル関係ですが、ね、できるようなこと書いてあったんですけども、撃てますね。スペースでも、右クリックでも、両方できるようですね。で、水中に上がると、ミサイルに変わってしまうようです。はい、こんな感じで。で、魚雷も一緒ですね。これどこから出てるのかな？明日から出てるみたいですね。なんかよくわからない。はい、こんな感じになりますね。水上に上がると、マシンガン。ボンネットのとこから出てますね。マシンガン。そして、ミサイル。あのタンク無敵やね。はい、ミサイル。で、ホーミング。っていったような感じでね、撃てるようです。で、これ砂のとこでもね、すごい走りやすい。こういう砂道でも、なんかスムーズに行く。で、駆動が、四軸駆動になっているようなので、なんか走りやすいですね、こういうのね。はい。こんな感じの車になっております。で、水中はスピードがそんなに出ないようですね。はい。まあ、20キロ、30キロぐらいになってると思います。そして、さあ、いよいよブーストを使ってみましょう。ブーストは E ボタンで使えるようなんですが、早い。一瞬ですね、一瞬。一瞬ちょっと速くなるのかなっていう感じ。で、まあ50キロ、55キロぐらいかな。出るようですね。60キロで取るかな。うん。そんな感じになってますね。まあ60いくかいかんかぐらいかな。じゃあ今度はですね、陸上で使ってみたいと思います。いきます。お、吹っ飛んでちゃうね。あ、これはあれか。吹っ飛ぶのは地形の問題だな。おお、空飛んだ。空飛んでたね、今。はい。120ぐらい行くのかな、普通の今の速度で。まあ、ほんの、一瞬ですけど、ブースト使えるのは、まあ、128とか今出とったね。この70、60、70ぐらいで行くと、フルで踏んでみたいと思います。フルで、道がまっすぐであれば、行けると思うんですが、100、もう平均100ぐらいかな、どっちかって言ったら。で、これちょっとブースト使ってみたいと思います。お、134ぐらいいったかな、今。あ、これ今スピード乗ってるね。120とかいった。これブースト使ってみる。135ぐらいいったかな、今。128。あ、やばい。やばい。いい。飛ぶ。もう吹っ飛んだら操作効かなくなるからな。例えばですよ。これ全身でブーストを使うと飛ぶ、行くじゃないですか。例えば、バック。バックで、まあ今33キロぐらい出てるんですけども、このバックでブースト使うとどうなるの？前行くんかい。まああれですよね、ブーストは、まあ、前進のみっていうことですね。
どうやら、すごい G がかかってるようです。はい、そんな感じになりましたね。はい、ということでね、トリアドールっていうですね、今カジノルーレットで展示台に乗っている車ですね。こちらをですね、紹介してみました。ちょっと非常にわかりづらい説明だと思うんですけども、そうですね。まあ、こんなような車がですね、今展示台に乗っております。これからもですね、こういうのをやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、本日はね、このカジノルーレットの展示台に乗っている車をですね、紹介をさせていただきました。これ全部ね、サイトの方のウィキですね、こちらの方はね、本日は参考させていただきました。次回ですね、どんな形でお会いするかわからないんですけども、またお会いしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。